コーキング指向の冷コーキング容器をセットしたコーキングガンコーキングは建築物において機密性や防水性向上を目的として隙間をメジ剤などで充填すること。その材料であるパテなどをコーキング剤、コーキング剤、充填剤、または単にコーキングと呼ぶ。同じ意味の言葉にシーリングがある。コーキング剤にはシリコーン系、変成シリコーン系、 ポリウレタン系などがあり、それぞれ異なる用途で使用されている。事前にすべての成分を混合してある1成分型と2劇以上を混連して使用する多成分型に分類される。ガラスはめ込みに使われているシーリング材はタイプ G としてその他のものであるタイプ F と別に分けられている。また、目地幅の変形度によってクラス分けされており、さらに 変形度が大きいものに関しては、引っ張り応力に対する耐性の差により、サブクラスに分けられている。高モジュラスの方が引っ張り応力に強い。変形度が小さいものに関しては、蘇性変形するかしないかで、サブクラス分けされる。シーリング材は、原料ポリマー、硬化のための添加剤、粘性や硬化物の物性を調整するための添加剤で構成されている。原料ポリマーは、 同じ原料であっても、分子量や分岐の有無などが異なっている。硬化のための添加剤は、原料ポリマーの種類や硬化機構により異なる。二成分系シーリング剤の場合は、原料ポリマーと反応する物質と触媒の両方、またはどちらか一方が使用される。一成分系シーリング剤の場合は、鈴などの有機金属化合物、アミン化合物、 および金属酸化物などが使用される。添加剤には、過素剤、充填剤、着色剤、防火ビ剤、老化防止剤、垂れ防止剤、接着不要剤、脱水剤などがある。過素剤は、使用時の作業性改善、効果物への柔軟性付与を目的に使用される。多くの場合、フタル酸エステルが用いられる。重点剤は、粘度調整、物性改良、 増量を目的に使用され、炭酸カルシウム、シリカ、タルク、クレー、マイカなどが使用される。着色剤は、硬化物の色をつけるために使用され、二酸化チタン、酸化鉄、カーボンブラックが代表的である。なお、シリコーンポリマーに微粉シリカを添加することで透明性のあるシーリング剤を作ることができる。ジス K6800-1985 接着剤、接着用語では、シーリング剤を構造体の目地、感激部分に充填して防水性、機密性などの機能を発揮させる材料、油性コーキング剤を転職剤と鉱物質充填剤を混合して製造したペースト状のシーリング剤、相対変異の小さな目地のシールに使用される鉱物質充填剤として、石綿は、 現在使用が禁止されている特別している。通称ではあらかじめ形が決まっているものをパッキンやガスケットと呼び、チューブ容器に入った専用の押し出し器であるコーキングガンで施工する樹脂製のものをコーキング材、シーリング材ということが多い。コーキングとシーリングは建築現場では同義語として使われることが多く、建築現場では 職人の年代や所属している会社などによって、コーキングかシーリングかは厳密には決まっていない。一般的に建築工事で使用される公共建築工事標準使用書では、第9消防水工事第6節でシーリングと規定されているため、設計図書、施工計画書などでは建築現場での故障に関わらず、シーリングシーリング工事と規定されることが多く、 厳密に規定されていると言っていい。ありがとうございます。